カワラスガナは、単子用植物、カヤツリグサかカヤツリグサ族に含まれる一年草である。カヤツリグサに似た植物で、水田などに生育する。カヤツリグサ族とは分けられることもある。扁平で幅広くて、褐色に色づくコボが、特徴的である。植物体の根元は、多少とも捕食して枝分かれする。根質用は、多少出るが、次第になくなる。 夏以降に家計が立ち上がる。家計は10センチメートル以から大きいものでは40センチメートルにも達する。基部には鞘があり、褐色に色づく。家計の先端に果序がつく。果序の基部には2から3枚のツトがあり、養生によく発達する。コボは登場に集まり、一つにまとまって生じるが、時に少し軸を伸ばしてその先に小さな果序をつける場合もある。 コボは幅広くて扁平で、小判型と言って良いほど、長さは1から2センチメートル、幅は2.5から3.5ミ、mm、リメートル程度。輪ペンは2列性で2つ折りになっており、赤葛色に色づき、少し光沢がある。コボの一部、輪ペンを外して、果実を示す果実は通卵型で、左右から扁平になっている。水田やその周辺で見かけることが多い。 その他格乱の多い水湿地には広く見かけられる。名の由来は、河原巣棚で河原に生えることから、菅名はすげに似ていることに由来するとも言われる。日本では、北海道から琉球まで分布し、国外では、東アジア、インド、インドネシア、オーストラリア、アフリカから知られる。上述のように過剰は、家計の先端に集まることが多いが、 時によく枝を伸ばしているものがあり、これを南国カワラスガナフォルマサングワレンタスというが、特に区別しないことも多い。普通は、カヤツリグサ族とするが、細分族では、カワラスガナ族パイクリアスとし、その際の学名は、パイクリアスサングワノレンタッドに意とする。カヤツリグサ族のものは、中東が三で果実の断面が三角であるのに対して、この群は、中東は2 果実は左右から扁平である。また水がやつりなどは果実が扁平であるが方向が副背向きとなっており主軸に面を向けるのに対してカワラスガナでは主軸に両を向ける。同様の環境に出現するものとしてはカヤツリグサやコゴメガヤツリなど似たものはいくつもある。特にイガガヤツリはコボが登場に集まる点では似ているが コボが強大円型で先が尖る点などで異なる。他に玉貝つりも、その点では似ているが、はるかに柔らかな草である。また、コボが幅広い点ではメリケンがやつりも似ているが、普通ははるかに大きくなること、またコボが緑色であることで、見分けがつく。いずれにせよ、正確には、コボや小花の構造を見る方が良いが、 この種については扁平で丸っぽい商標が赤錆色に輝く点で比較的目立つものである。ありがとうございます。